石壁の戦いの後、漢中に秘宝が届いた。清涼の馬頭、巨匠にて死す。曹操暗殺計画に加担した罪を問われ、曹操に処断されたのである。この法を受け、馬頭の子にして錦と称えられる猛将馬超は激高。馬頭の義兄弟関水と共に挙兵した。馬超軍は怒涛の勢いで道館に殺到する。復讐。道館で曹操を待ち受ける馬超の胸にあるのはこの二文字のみ。美しき錦を捨てた馬超は今修羅と化す。和歌の気持ちはわかるよ。俺だっていろいろ思うことはあるさ。けどもうちょい落ち着こうよ。それじゃ勝てるもんも勝てないって。馬頭殿にはそれがしも恩義がある。馬超殿の力となり仇を討ち果たさん。本陣の守りは私にお任せを。揚州は名馬の産地。この馬で編成される騎馬隊は最強だ。我らの騎馬隊は盛況。どんな敵でも蹴散らしてくれよ。父上の仇、必ず俺が取ってみせる。無論だ、馬超殿。馬頭は私にとっても義兄弟。力を尽くそう。それは心強い。しかし、関水殿、貴殿は曹操と窮地の中では。そのような情は遥か昔に捨てた。曹操は今はただ憎むべき馬頭の仇を。関水殿、そうだな、すまぬ、つまらぬことを言ったようだ。いざ行かん。目指すは曹操の首のみ。本陣はそれがしな死守し、正面からついても敵は崩れまい。私が奇襲部隊を引き曹操軍を攪乱しよう。それなら敵の目をこっちに引きつけなきゃ。領袖自慢の騎馬隊で砦を攻撃しようよ。関水殿と曹操は昔からのお友達。二人は裏でつながってるって噂もある。実際関水殿がどうなのかは知らないけど、敵は仲間割れを狙ってくるかもしれないよ。さすが若、俺をやる気にさせるのがお上手。覚えておけ、次は容赦しねえぞ。敵将馬毛騎が討ち取った。曹操軍の目はこっちに向いてるみたいだよ。もうひと踏ん張り。報告、関水様に密通の疑いあり。陣屋内で曹操の書簡が発見されました。
さあ、俺と勝負だ。覚悟しろ。よし、曹操軍はこっちに釘付けだよ。あとは関水殿の奇襲だけなんだけど。伝令、敵の軍師郭を発見。関水様のもとへ向かっている模様です。二人が接触したら噂に尾ひれがつくよ。関水殿を追い詰められて本当に寝返るかもね。悔しいが、ここは光れば。曹操は父上の敵。奴の首は俺が取る。さあ進め、進むのだ。若、気持ちはわかるけど焦っちゃダメだよ。むちゃくちゃに進んでも曹操には届かないって。俺に言うかい。策の邪魔はしてほしくないんだがね。自分が軍師殿の盾となる。遺憾の刑の邪魔はさせん。伝令、敵の援軍が到着した模様です。ここで邪魔が入るとは予想外。曹操殿、申し訳ないが遺憾の刑はご破産だ。よし、敵の計略は防げたよ。仲間割れが起こらなくて一安心だね。準備は整った。間室にあだなす曹操を討ち取るのだ。今こそ正義をもって曹操を貫く時。援軍進め。こいつは豪快だ。俺もこうしちゃ折れませんな。さすが若、これをやる気にさせるのがお上手。嫌いなんだってな。そんな奴は絶対通さねえだ。こっちからも敵が来たぞ。助けてくれ。腹減ったから今日はここまでだ。敵将馬毛騎が討ち取った。見つけたぞ曹操。その首、父上の墓前の備えにしてくれる。馬頭の敵を取りにここまで来たか。わしは逃げも隠れもせん。相手になろう。やりますな。我が陣営も規制が上がりましょう。馬頭よりはやるようだな。待て曹操。落ち着いてよ若、これ以上の深追いは危険だって。曹操、いつか必ずこの手で貴様を切り裂いてやる。
カ、ぼんやりしちゃってどうしたの。劉備殿のことを思い出していた。わか、暑さで感傷的になっちゃった。劉備殿は道館での戦い以来四方敵だらけになり、行き場をなくした俺を迎え入れてくれた。復讐にとらわれ、また俺自身も命を狙われ、絶望の中で見出したのは神の世という光だった。劉備殿の作る神の世が見たい、その気持ちが俺を変えてくれたのだ。私たちは志を未来につないでいける。この光景を見てそう思いませんか。そうだな、ジョウン殿。この先どんな困難があろうと屈せず、神の世を実現させよう。やっぱり若はそうでなくちゃね。うん。天下に領主の志を示すべ。